就活の今悩みを教えていただいてもいいですか？はい、それをさらけ出すみたいな感じの話をおっしゃってたじゃないですか。私は自分も取り繕おうと思ってやってるわけでは本当になくて、ずっと生きてる中で本音と建前を区別なくポンポン言ってきたんですね、人に対して。なのでそれが面接で出ないかちょっと心配。なんで失敗ですか？第一志望ですかって聞かれて、あー違いますみたいな感じで言ったら落とされそう。難しい問題ですよ。それは正解がない話なんで難しいんですけど、はい、正直言うと第一志望ですって言わないと内定出ないと思う。そうですよね。だから難しいんですけど、うん、僕だったら第一志望ですって言うと思う。正解がありません。でも意外ですね、南さん。つくなって言いそうだったけど、そもそもちゃんと絞って受けてればよくて、あれもこれも受けて、あれもこれも第一志望ですっていうのは間違っている。受ける段階でかなり広く見た上で絞って、うん、絞った5社10社の中であなたが第一志望ですって言わないと。行きたい気持ちがちゃんとあったら第一志望ですって言ってもいいんですね。そうむしろスタンス的に私のことを取ってください、お願いします、お願いします、お願いします、じゃなくて相手にあの子取らないと俺たち損するなって思わせるのがすごく大事で、強気の姿勢でいた方がいい。本音の建前のバランスとしては完全な嘘はダメだけどバランス大事っていうことですよね。そうね。そもそも受ける上で第一志望じゃないところは受けるなって話で、そういう意味で言うと第一志望じゃありませんっていう発言にはならないかな、構造上。ちなみに就活生不安で内定持った上でやった方が安心できるっていうパターンもあるじゃないですか。僕もどっちかとそっち派なんですよね。一応ちょっと滑り止めを受けとくかみたいな気持ちは少なからずあると思ってて、それの時はどう思います？責任取れないんですけど難しいですね。何とも言えないですね。期待企業の中で比較的ここならまだっていう。自分は結構エンタメに縛りすぎて大丈夫なのかなっていう不安もある。確かに年収低かったりするからそれが難しいんだけど、だから株価伸びてる会社多いですよ。ちゃんと株価見て株価がめちゃくちゃ伸びてれば多分ボーナスもいいから、年収も多分他の一般的なアニメ会社よりも100万200万って多いはずだから、株価は超大事。ちなみになんでエンタメ系がいいんですか？私は幼少期からずっとアニメとかがすごく好きで、自分も何かの取り組みを行う際に人を楽しませるためにはどうしたらいいのかなっていうことを第一に考えて行ってきたので、それを組み合わせるとエンタメ系かなと思って、そこでエンタメの業界を志望しました。丸です。やったその方針で言ってください。年収だけちょっと不安だけど、もう年収聞いたらいいんじゃない？で、はい、社員さん紹介してください、お願いします、尊敬第一志望ですって言って社員紹介してもらったらその社員さんに聞いてみる。人事から言うなかったりするから、実際の社員さんからこっそりちょっとざっくりしてください。で、年収が例えば30歳でも500万ですとかだとちょっと低いな。30代で500万は低いです。低い、700万ぐらいかもしれないんですよ。自分でもまだまだ知れてないところがたくさんあったので知れてよかったです。続いての質問をお願いしてもよろしいですか？はい、就活の軸とか聞かれるじゃないですか。みんな社会貢献がしたいですみたいな感じの話をしてるんですけど、私は自分の人生を人にあげる気はさらさらなくて。いいじゃんすごい、南さんにマッチしてる。いいじゃん自分の人生は自分のものだから自分が楽しむために生きていきたいと思ってる。最高ですね。があって、はい、それを就活の軸、自分が楽しめて相手を楽しませる仕事がしたいなっていうことで就活してるんですけど、実際に面接で就職の軸って何ですかって聞かれた時に、同じように社会貢献って言った方がいいのか、もうそのまま自分の人生だから自分が楽しめて相手を楽しませる仕事がしたいって言った方がいいのか、どっちがいいですか？それはもう自分の中で分かってるでしょ。自分の当たり前でしょ。不安だと思うんですよね、採用されるのかみたいな。そうですよね。結局自分のことしか考えてないやみたいな感じで思われないかなとか、自分のことを考えつつもこんな自分のことしか考えてない、私を採用するとあなたにこんなメリットありますよっていうっていうのが提示できるかできないかの話で、それが提示できないんだとしたら採用されないとする。会社に対して自分がどういうメリットを持っているのかが分からなくて、それは社員に聞けばいい。例えば私はパフェの仕事を通じて人を喜ばせるために裏方でどんな準備をして、表向きではこれこれこういうことをしてっていうふうにして、要は人を喜ばせることが得意なんです。影響でもう本当無名な作品ができたとしても、はい、テレビ局とかいろんなメディアに売り込んで載せてもらって、いい作品だけど知られてないものを世の中に出していく、それを通じてそれを見た視聴者が幸せになっていく過程を見たいと思っていると。だから営業任せてくださいって話をした時に、社員がどういう反応をするかっていう、いやいやいや、うちの営業って違うんだよみたいな。例えばいいコンテンツさえ作ればいいんだから営業なんて事務作業をいいんでしかないんだよっていうケースだったら合わないかもしれないし、だったら営業じゃなくてじゃあコンテンツ制作の方に入るためにどうしたらいいかっていう考えとか、
それを言った時にその社員さんがいいじゃんってなるケースもあるし、はい、それはもう社員さんと会わないと分からん。そうですね、やっぱ社員さんと会うことって大事なんですね。その心配なことは自分のことを考えててそれを言ってもいいのかっていうところは結論言ってもよくて相手にメリットがある感じだと言ってもいいっていう。だから自分一人の話じゃなくて相手のことも考える。なるほど、確かにそれだったら相手のことも考えてるから自己中にはならないですね。最後の質問お願いします。弱みを言わなければいけないっていう時に他の YouTube の動画とか本当の弱みを言わない人は落とすって言ってて、でもネットとかサイト見てるとテクニックみたいなんで長所につながることを言いましょうって言ってて、もうどっち信じたらいいか分からなくて。でも同じこと言ってるんですよ。そうなんです、同じこと言ってる。要は隠すなって話で、弱みって実は強みでもあるっていうのは真実だし、それは同じことで、実際だって今自分が思う本当の弱みって管理ができなかったりとかかなって思いますね。じゃあ建前よ、いろんなところに手出しすぎて収集がつかなくなる。同じじゃん。そうなんですか。全く同じ。だって収集がつかない、管理ができないという同じじゃん。確かに。逆に言うと管理ができない収集がつかないの裏側の強みって何だと思う？好奇心か。そう、正解。めっちゃ手つけてる。正解。好奇心を挑戦するっていう、それは全然弱みでもない。今言った2つのエピソードどっちも真実。ちなみにある種前原さんのような尖った学生よりも、はい、何でもできるオールマイティタイプの方が評価されがちだと就活生思うじゃないですか、うん、採用担当だったらもしくは現場社員さんだったらどう思いますか？いやでも一番は愛が大事です。この会社の僕はこの会社の文化、この会社の社員とかそのリスペクトがあるかどうかとかが一番大事なので、尖ってる尖ってないというよりかはちゃんとした愛とリスペクトがあるかどうかっていうのがすごく大事。そういう点では一つのことできるけど他のこと全然できないっていう方でも愛があれば賄えるっていう、ね、賄えます、賄えます。あとやっぱ基本みんな縮こまる人が 99% だけであって、はい、縮こまらずにドッカーンっていう人が楽しいじゃん。そうじゃないと縮こまっちゃう人ばっかだから、うん、なんか何でもやってみますの人の方が魅力的だと思う。ありがとうございます。そのままでいいっていうですね。ということで本日の感想を最後にいただいてもいいですか？本日南さんにめっちゃ怒られるのかなって新幹線でも本当に不安でどうしようどうしようと思ったんですけど、よかったです。とりあえず本当に楽しかったです。ありがとうございました。じゃあいいチャンネル登録ですね。はい、いいチャンネルです。ありがとうございます。ということで皆さん本日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。